宮崎大学のマルチメディアスタジオからお伝えする元気通信。今回は宮崎県で平成21年度から計画されている新生児聴覚スクリーニングについて、宮崎大学医学部耳鼻咽喉科の牛迫康明助教にお話を伺いします。牛迫さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですが、この新生児聴覚スクリーニングとはどういったものなんでしょうか？スクリーニングとは特定のものを選別するという意味なんですが、新生児聴覚スクリーニングでは新生児に対して行う聴覚検査のことを言います。私たちは生後6ヶ月以内に全ての子どもに検査を行い、先天性の難聴を見つけ早期療育につなげようと構想しております。生まれて間もない赤ちゃんに実施するということなんですが、どうしてなんですか？乳幼児期は脳細胞の間の神経回路網が発達していく大切な時期なんです。まず聞こえについて説明いたします。こちらは耳の中の模式図です。まず音は耳の穴、鼓膜、内耳へと伝わります。内耳にある細胞は音を電気信号に変えて神経、脳へと伝わり、人は音を認識します。難聴とはこの伝導路に障害が生じ、音や言葉が分かりにくくなった状態です。私たちが調べた昨年度の県内の小学校に在籍している難聴児の数は全児童68,600人中191人、およそ360人に1人でした。これは1000人に 1.4 人の割合で難聴児が現れるということです。言語を獲得する乳幼児期に難聴が現れた場合、耳から入る言葉の質や量が低下するため、言葉の獲得や発達に遅れが生じ、音声言語によるコミュニケーションに支障が出てまいります。そして成長するにつれて社会的孤立や劣等感を生むわけです。だから早く難聴を発見する必要があるんですね。また早く治療すれば治る可能性が高いものもあるため、治療できるものかどうか判断し、また難聴の程度を見極め、早めに療育し、難聴による影響を少しでも軽減する必要があるわけです。この難聴なんですけれども、周囲の人は気づかないものなんですか？難聴といっても軽度から重度までいろいろあるからです。軽度は言葉の発達の遅れは目立ちません。中等度難聴は聞き間違いが多くなります。準高度難聴では普通の音声に反応しなくなります。したがって周囲も難聴に気づくレベルです。高度難聴は大きな音にだけ反応します。重度になりますと大きな音にも反応しなくなります。特に中等度難聴レベルまでは周囲は気づきにくく難聴発見が遅れることが多いのです。では聴覚スクリーニング検査ではどういったものがあるんでしょう？検査には2種類の方法があります。一つは AABR という方法です。 AABR は赤ちゃんの頭に電極パッドを当て、かすかな刺激音を与えます。聴覚が正常に機能していれば脳波に変化が出ます。その変化をキャッチして聴覚異常を見つけるのです。 OAE は耳に音を入れると内耳の感覚細胞から小さな反射音が出ます。この反射音を測定し聴覚が機能しているかどうかを検査するのです。いずれも痛みはなく赤ちゃんの睡眠中に行います。所要時間は5分程度です。費用は5000円前後、参加によって多少異なります。この難聴の程度なんですが、早く療育を始めれば回復するものなんでしょうか？早期に療育を始めると
言語発達の遅れを最小限にとどめることができると考えるわけです。新生児聴覚スクリーニングは日本では1998年から、岡山県や神奈川県で始められました。県内でも5年くらい前、から新生児聴覚スクリーニングを実施している参加もあるんですが、岡山県などの先進地域では8割の参加で、実施されているのに対して、宮崎県では5割程度にとどまっております。そのため新生児の聴覚スクリーニングをさらに広める必要があるわけです。この AABR や OAE ではどれくらいの赤ちゃんが難聴だということがわかるんですか？AABR の場合、新生児のうちの 3%、 OAE では 7% から 10% ぐらいが難聴の疑いがある要検査と判定されます。では要検査というのが難聴だと確定したわけではないんですよね？そうです、確定したわけじゃないんですね。では参加で要検査と判定をされた赤ちゃんはどちらで検査を受ければいいんですか？精密検査の場合時間がかかるため、赤ちゃんを薬で眠らせてから検査を行う必要があります。専門の技術がなければ難しいこともあり、多くの子どもが大学病院に紹介されてきているのが現状です。ですけれども大学病院だけでは、手一杯という状態です。そこで今度からは参加で要検査と判定された赤ちゃんは一時精密検査機関である地域の総合病院、県立延岡病院、日向病院、県立宮崎病院、そして国立都城病院と県立日南病院の5つで精密検査を受けることになります。さらにそこで要再検査と判定されたら二次精密検査機関の大学病院が紹介され、さまざまな聴力検査を行い確定診断に至ります。特に重度と判定された場合は延岡と都城にある聴覚支援学校教育相談が紹介され、聴能や言語訓練を内容とした療育がなされます。私たちはここまでを県下すべての新生児に対して生後6ヶ月以内に行おうとしております。ではこの事業なんですが、いつから稼働するんですか？平成21年度中には始められるように準備を進めております。しかし参加の先生方からの理解が得られるかが克服すべき問題の一つです。聴覚スクリーニングの機械は1台70万円から250万円ぐらいかかります。現時点で自治体からの補助はありません。導入費用はすべてそれぞれの参加の負担になるわけです。また難聴児の療育支援施設の充実も図りたいと考えております。重度の難聴児を受け入れる療育施設は県内では先ほど述べましたように、都城と延岡にあります。しかし中等度高度の難聴児が通って訓練できる施設はまだ宮崎県にはありません。難聴児の早期発見早期療育を進めるため各機関の連携をさらに深める必要があると考えております。では様々な機関の連携が大切ということなんですね。はい、そう考えております。今回は宮崎大学医学部耳鼻咽喉科の牛迫康明助教にお話を伺いしました。牛迫さん、ありがとうございました。ありがとうございました。